ローレンス・サマーズ、ローレンス・ヘンリー・サマーズ、1五十四年十一月三十日隊は、アメリカ合衆国の経済学者、政治家、クリントン政権後半期に第七十一代、アメリカ合衆国財務長官、在任、1九9九年から二千一年を、務めた。財務長官退任後は、ハーバード大学学長を務めていたが、二千五年に女性が、 統計的に見て、数学と科学の最高レベルでの研究に適して、いないとした発言が引き起こした論争によって、学長を辞任した。2009年、オバマ政権の国家経済会議委員長に就任、2010年末に辞任。研究者としてのサマーズは、経済学の多くの分野で、目覚ましい業績を挙げた。2013年には、ベンバー難期の公認となる。 FRB 議長候補に名前が上がり有力視されたが民主党内にも反対が根強く9月15日に自ら先行の事態をオバマに申し入れた。例えば財務次官、副長官時代には1994年のメキシコ通貨危機1997年のタイから始まった金融危機に際して国際通貨基金と密接な連携を取り事態を収集し アメリカ合衆国議会で事態収集に向けて数多くの答弁に立ったが2005年1月に全米経済研究所の講演によって開かれた会議にハーバードの学長としてではなく経済学者として招待されたそこでサマーズは科学と工学分野の高位レベルの研究者アメカの上位25大学の研究者のような 国民の5000人から1万人中の上位一人というレベルに男性が多いことへの説明として次の3つの仮説を提示した。サマーズによればこの順に相対的な重要度が高い。サマーズは規範を述べているのではなく完全に説明的に話しており挑発を目的としていたと述べた。女性差別であるという告発を引き起こしたのは2つ目の仮説であった。また、 サマーズは自閉症についての議論を例にとって、親の養育のような社会化に責任を負わせることには慎重になるべだと述べた。科学を専攻する女子や生物学を専攻する女子がいなかったとき、親の養育を非難することは簡単だった。私が聖徳的な違いに言及したことは確かだ。私は社会化の結果だと考えるときに慎重にならないといけないと言った。我々はそう。 社会化の結果であると信じることを好むが、よく調査される必要がある。MIT の生物学者、ナンシー・ホップキンスは、会議中に退席し、後に発言を聞いて気分が悪くなったと述べた、この発言を公表した。聴衆の何人かは、サマーズがいくつかの分野で、女性は男性と同じ生徳的な能力、あるいは、添付の際を持たないと言った、と述べた。 サマーズは職員よりも学生から指示を得た。決議前の2月に行われたハーバード・クリムゾン氏の調査では、サマーズの辞任を19%の学生が指示したのに、対し57%の学生が辞任に反対した回答者424名、男性56%、女性44%。2005年7月に、ただ一人のアフリカ系アメリカ人理事であった、 コンラッド・ハーパーが女性に対する発言とサマーズが昇級したことの両方に起こってハーバード・コーポレーションの理事を辞任た。私はあなたの昇級を支持できなかったし今も支持していない。私はハーバードのためにあなたの辞任が必要だと考えている。カリフォルニア大学サンタクルーズ校のデニス・デントンはすでに我々に論破されたことを話し続けたと言って批判した。 ナンシー・ホープキンスは男性と女性の間に全く差がないとは主張しないが社会的要因が女性のパフォーマンスに影響を及ぼす膨大な証拠があると主張した。ボストングローブ氏によればサマーズが学長に就任してから女性の就寝在職権付きの求人が大きく減少した。サマーズはその問題に取り組むと述べたが何人かの教授はサマーズの姿勢を疑った。 一方で会議の主催者であるハーバード大学の経済学者リチャード・フリーマンはサマーズの批判者を知的な議論と感情を戦わせる活動家と呼んだ。心理学者スティーブン・ピンカーはサマーズの発言を擁護した。サマーズの見解が正当な学問の教会内に含まれるかを尋ねられた時、ピンカーは次のように答えた。いくらかの厳格さが保たれている限り、 すべてが学問の範囲内にあるべきではないだろうか。それが大学とイスラム神学校の違いだ。仮説が真剣に受け止められるだけの十分な証拠がある。続いて、サマーズの発言は誤解されているとして、次のように述べた。まず数学的、空間的能力の分布は、男性と女性で同一ではない。男性の平均は、女性より少し高い、中。 サマーズ自身は平均値については述べていない。そして男性の成績の分布の方が女性よりも広い。これは全ての男性が全ての女性よりも数学能力に優れていることを意味しない。統計的な差が正徳的だったと証明されたとしても、それを理由に女性を差別することは不道徳で非論理的だ。第二に仮説は 能力の差が様々な職業における男性と女性の割合を説明する一の要因であるかもしれないということだ。それが唯一の要因であることを意味しない。男女の統計的な差が存在すると述べることそれ自身で差別の証明だと反射的に仮定することはできない。最後にピンカーはサマーズの発言は不愉快ではなかったかと聞かれてこう答えた。 おそらく仮説は間違っている。しかし、我々がそれを考慮することさえ不愉快ならば、どうやってそれが真実でないと知ることができるのだろうか。イアンエアーズは、サマーズの統計に関する議論の単位を次のようにまとめた。実際の研究結果によれば、中学生の科学及び数学の成績は、平均点では男女に差はないが、成績の上位5%では、 男の占める割合が高く、男女の比はに1に達している場合もある。そして、成績が正規分布しているとすると、男の方が標準偏差が20%ほど大きいと計算できる。トップクラスの科学者が平均よりも標準偏差の4倍程度優れた人々だと考えると、その集団の男女比はも1程度になる。この計算は方法論としては、 おかしくないが、他に考慮すべきことが多くあり、結論は確定的ではない。ただし、その点は、サマーズ自身が承知しており、この発言の前置きとして、大雑把で乱暴な計算の結果であり、間違っているだろうがと断っている。エアーズは、マスメディアが、サマーズが分布の違いについて語っていただけだという、論点ほぼ完全に無視したと述べている。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。